マシュー・エドワード・ダフィーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウセント・セバスチャンズ高校を経て、バーモント大学に入学し、2年間プレー。2009年には、イースト・カンファレンスの最優秀選手にも選ばれた。同大学の野球部が、廃部になってからは、テネシー大学に転校し、同校で2年間プレーした。 2011年の MLB ドラフト20巡目で、ヒューストンアストロズから指名され、プロ入り。プロ入り後はマイナーで着実に実績を積み上げ、2015年にはトリプル A 級フレズのグリズリーズで打率。294.20本塁が104打点の高成績を残し、パシフィックコーストリーグの MVP に輝いた。9月14日メジャーに昇格し、初安打と初打点を記録するなど、 飛躍の年となった。2016年はスプリングトレーニングで結果を残し、開幕をメジャーで迎えるもわずか3試合の出場でノーヒットにとどまった。7月16日にアストロズをディエフェとなった。2016年7月23日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した。7月27日に再びディエフェとなり、 30日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。移籍後はメジャー出場はなく、トリプル A 級では2球団合計で打率。229.14本類が52打点を記録した。シーズンオフの11月15日に自由契約となった。2016年11月17日に、 シバロッテマリーンズが獲得を発表した。応援歌はディズニーのマイフレンドダッフィーの替え歌。2017年、オープン戦では4本塁打と15打点を記録し、打線の中軸候補としてアピールした。開幕戦の対福岡ソフトバンクホークス戦では、和田武氏から先制のタイムリーヒットを放った。しかし、2割に満たない打率や、 守備でもエラーを繰り返したことから4月29日に登録を抹消。その後、5月9日に一軍に登録されると、その日の第3打席に来日初本塁打となるソロを戸村賢治から放った。直後の試合では活躍し、一時打率を2割3分まで上げたが交流戦になると失速し、6月18日にウィリー・モー・ペーニャと入れ替わる格好で登録を、 抹消された。抹消後は結局一度も一軍昇格することのないまま10月2日に帰国した。来年以降の契約を結ばない方針であると報じられ2017年シーズン限りでの対談が濃厚となった。12月2日に自由契約となった。2019年7月にマサチューセッツ州ウェイマスに野球スクール。 マットダフィーベースボールアカデミーを設立し指導している。ありがとうございます。